ね、どうなってんだろうと思うけど、まあね。で、ちょっとこれ聞いて、もっとこうサウンドを作るっていう面白みを、うん、もう一回考えるのもいいなとか思います。じゃあ聞いてもらえてよかったです。そうですね。もっとこう、なんか創作的な活動、アレンジの仕方みたいなのをやってもいいなみたいな。今どちらかというと僕はもう、なんだろう、伴奏とは何かみたいなことを考えてますからね。なんかこう、創作的なことよりも、良い伴奏とは何かみたいな、歌をいかに引き立たせられるかみたいな、なんかそういうアレンジばっかり考えちゃったんですけど、これぐらい創作的な気持ちになってやってもいいのかな、もしくは僕がなんかこう固定的な聞き方しかできてなかったのかなとかいろいろ思ってましたけどね。いや、それぞれで良いと思います。それぞれ違いますよね、聞き方だと。面白いよね。でもそうやってなんかそれぞれの作ったのを聞いて刺激受け合うのはまた醍醐味やねと思ったりして。そうですね、面白いな。こういうことって起こりうるもんなんだなって思いました、逆に言えば宇佐美もさ、もともとあるアキラアルバムを聞いてさ、そんなに影響されずによくこういうの作れるねって思うよね。そうですね。まあもともとサンサラとかハレルヤは未収録曲だからさ、参考にするものなんかなかった状態で作ってるから作りやすいっていうのはあったと思うけど、そう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 。そう、でもはね、ウレパモとかパズルはもともとアキラアルバム最初にあってのさやつで、まあ私の声をベースに作ってるからなんだろうけど、ね、なんかそんな影響されてないなっていうのも面白いなって、ね、すごい創作作曲家的な部分大きいのかなと思いました。なるほどね。アレンジャーみたいなよりは作曲家っぽいし、サウンドクリエイター様、歌物はでもすごいブランクあるって言ってたから、もともと本当歌物じゃなく音作るの好きなのかもね。